GM チャンネルスタッフ。ゲームマーケットがお送りする GM チャンネルスタッフ動画、今回担当するのはクラゲとコエモンとバンジョーと山田マンです。よろしくお願いします。さあ、ということでモンスト、はい、イザナギゼロに挑戦だ。イエーイ。番長と初めてなんだよな。僕すごい今感動します。クラゲと初絡みですよ、うん、あ、本当に、はい、緊張が伝わってくる周りに、うん、そうだね、なんかねずっと見てる側でしたからね。あ、そうかそうか、すごい楽しみですね。はい、さあ、ということで、ゴエモンにまたナビゲートしてもらいながら、はい、イザナギゼロに遊びに行きたいと思います。そうですね、遊びに行きましょう。はい、いいですか。はい、クリアしようなんて思わないでください。なんかゴエモンに聞くところによると、適正はいるんですけれども貫通ばっかりなんですよね、という。そうですね、うん、まあ反射も欲しいかなってとこだったり、うん、あとはまあ適正がまあバッチし適正が少ないかなっていう、うんうん、僕たちのプレイスキルでどうかなっていうね。まあハートなしですからね。そうですね。じゃあ早速行ってみたいと思います。はい、おい、アラジン、ほんと羨ましいなぁ。はいや、入ってくんの。カムイで行きたいんですね。はい、行きましたよ。しかも、ね、進化の方なんです。進化ね、うん。神化。神化の方じゃないって。できれば神化してほしいですけどね。はいはいはい、さあ、じゃあまずは、クラゲ。はい。つい最近、重心化された。そうですね。アラジンですね。熱き遊撃持ってるんですね。ん？熱き遊撃持ってるんですね。あ、そうだね。いやぁ。特急2つ。これでかいでしょ、これね、過激と遊撃で。はい、でかいですね。熱き遊撃。はい、じゃあそれからですね、続いてゴエモン。僕はカオルルシファーですかね。先日ね、ガチャ動画でも2体目が出まして、うん、神化と進化で。マジっすか。そうなんですよ。すげえ嬉しかったな、あれは。コラボが終わっても使えるからね。そうですね、うん、メテオとプラズマなんで相当強いかなっていうところですから、はい、SS なんて超強いからね。はい、さあ、そして私は大黒天でございます。これ大丈夫なんですか、ゴエモン。そうですね、まあワープがきついっていうところと、うん、まあ電撃が結構入るので。ワープがきついってどういうことですか。結構もうワープだらけ、まあ要はワープと魔法陣だらけなんですよね。ワープは持ってるじゃん、アンチワープ。そうっす、なんで、うん、結構いいんですけど、うん、どうだろうっていう何がかわからない。何がかわからないですよね。よう分からん。まあアラジンとか、うん、要はロイゼとかみたいな方が良かったんですけど、うん、まあ大黒天も全然十分使えるキャラではあります。なるほど。そして山田マン、カムイですね。はい、これは本当はカミカの方が嬉しかったのかな。そうですね、しかもワクワクの耳を見てください、これ。あー、毒我慢。そう、はいはいはい、ひたすら我慢すると。そうですね、うん、このね、まあチャレンジで毒が出てきたらいいんですけど、はい、うん、まあおそらくまあ出ないでしょうね、多分。はい、まあアンチワープですよね。そうですね、あとは SS が強いんで危険になったらもうすぐ撃ってもらった方がいいかもしれない。そうですね、はい、あとはハートドリ要因とかね。うん、まあそんなとこでしょう。まあとりあえず遊びに行きましょう。はい、行きましょう。じゃあ行きます、モンスタート。はい、難しいんだよね。結構難しいですね、やっぱり、うん、魔法陣が僕苦手でですね、本当に。あれ嫌だね。嫌なんですよね、有効、うん、難しいね。はい、僕もね、適正が、うん、カオルルシファーしか持ってなくてですね。はい、さあ、これはまずは何から倒していきましょう。鬼なんですけど、うん、魔法陣に引っかかりたくないんですね。要はひよこになりたくないので、はい、横で薄く、うん、横で薄くね。そうですね、やっつけていきましょう。はい、っていうと基本的に、はい、まあ優勝で。そうですね、薄すぎた、ね。はい、そこまで要はひよこになりにくいので、うん、なるほどね。
だから貫通でいくとちょっと怖いよ。そうなんですよね、カンカンした方がいいかなっていうイメージが。なるほどなるほど。もうやばいね、鬼ね。もう3ターンじゃん。ですね。これは横でいいかな。そうですね。あ、鬼からの方がちょっと怖い。おう。で、いいじゃん。まあ、電撃がおそらく鬼に入ってくれるんで突破はできるかなっていう感じ。これはカンニング横でじゃあ薄く、はい、行くしかないですね。でフォールショットだけ引っ張ってもらうと多分右は倒せる。友情が発動しちゃえばいいんじゃない。そう、うん、うまいうまい。ほい、回復もしつつね。素晴らしい。よかったです。で、この魔導士だっけ。はい、魔導士はヒーリングオールを出してくれるので、うん、なかなかいいの。じゃあこれ今回復に専念してもいいですか。そうですね、十分、全然問題ない。はい、わかりました。いいですね。で、ここで倒しちゃおうかな、うん、要はダメージを与えないと、うん、ヒーリングオールは展開してくれる。なるほど、なるほど。はい、あ、こういう風に出してくれるのね。そういう感じで出してくれるんですよね、うん。まあ、今回そのハートなしの展開なので、うん、これ結構大事になってくる。なるほどね。でも結局魔導士もこの左上かな、即死。そうですね、2に即死ではないはず。即死ではないか、確か即死ではない。鬼ですね。あ、即死でした、すいませんでした。即死だね、左下左下でしたね。見てなかったですね。あの今7になってるとこだね。ですね。これが即死なんだね。見てればよかったな、失敗したな、うん。じゃあ、倒さなきゃいけなかったんだね。そうですね、失礼いたしました。うん、というと、山田マンのせいだよね。あれマジっすか。さっきのね、手のひらの返し方が半分。さっきの、お、いいねみたいな言ってたのに。あれ山田マンじゃないか。誰だっけ。今のは大黒天は番長ですね。私でございます。番長が作ったってことね。じゃあ回復しましょうか。すいません、ありがとうございます、ね。はい、クラゲの、持ってる適性の、はい、土適性っていうんですか。ですかね。まあ S ランクとかそれ系ですよね、うん。とある攻略サイトではもう土適性と呼ばれてる、アラジンとロイゼとローザ。すごいな。見てください、あの真ん中のロイゼがビッカビカですよ。そうですね、ビッカビカですよ。ただね、ビッカビカはね、はい、学びの力。おー、うん、それかい。経験値的に、あれか、加速ですね。ビッカビカは加速だ。あ、でも加速なら、はい、加速でした、失礼しました。そうなんですね。で、ローザが加わり、はい、マジで強いですからね。あの結構ローザ重いんで、あの即必殺の力にしちゃいました。あ、いいですね、はい、弱点出しっていうことですね。そうですね、プラス回復がついてるんで、うん、ああいう山竹の時とかでも回復できる、うん。さあ、それではですね、クラゲの端末の、まあ、編成、クラゲのボックスから、適正のみをこう選出して、ゴエモン、番長、山田マンの順番で回していきたいなと思います。はい、はい、じゃあ行きます。モンスタート、スタート。さあ、これだけいれば、クリアできるんじゃないのっていうユーザーさん、そんなことないですね。ねえ、本当にみんなうますぎる。うん、本当にね、やっぱりこうハートじゃねえや、どれだけこう回復できるかとかもね、そういうのにもかかってますから。はい、はい、あと事故ったら終わりですしね。さあ、じゃあこれはこんな感じで上がっていきますね。ね、でいきます。はい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 、はい、お借りいたします。はい、僕はロイゼですね、うん。いつもより心なしか緊張しますね。この端末は。そうですね。はい、じゃあ番長。はい。で、これユーザーの皆さんには分かりづらいかもしれないんですけどね、クラゲの端末はね、あの iPhone6 プラスなんですね。だから画面がね、皆さんのお持ちのよりはちょっと一回り大きい感じなんでね。そんなちょっとね。
ほうほう、番長いいね。うまい。すげえ緊張するね。ね。ね、うん、やっぱ緊張しますね。緊張しかし。またね、今ユーザーさんには分からないと思いますけれど、クラゲの端末に今マクドナルドの行列みたいにやらせてる。うわっと、はい、こういうことがあると。こういうことがある。こういうことがある。はい、で一旦なんで、はい、倒したいですね。鬼は確実に。鬼は確実に倒したいですね。わかりました。鬼はですよね。はい。下の馬同士はまだあと3ターンあるので大丈夫です。はいはい。じゃあ倒します。はい、お願いします。おお。おいおい。戻れ。ああ。失礼します。つがいのよちゃん。でどうしようかなっていう感じですかね。あ、でもハートはないから。行きますね。突破しちゃいますね。ガイドも出てる。お、いいね。はい。大行列ですね。大行列。はい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 。はい、ね、あ、番長大体いつもそこのポジションいるよね。これ難しいですけど。いつもいないそこに。なんかよくいますね。大黒天の時そこばっかりだった。そうですね。ここ得意エリアじゃん。あ、戻んね。あ、すみませんでしょ。うん、大丈夫かな。3匹のピヨコ。不安になってきたぞ。これピヨちゃん友情発動しないですよね、確か。します。あ、しますけれども、すごい弱くなっちゃうんですよね。あ、なるほど。カルシファーですね。カルシファーですね。ちょっとね、3つ当てて直したい。で、なおかつ魔導士に当ててヒリングオールも出したい。3つ当てて。戻るかな。よし、よし、ね、はい、いいっすね。はい、さあ、アラジンは今打てないの で、ね、とりあえず今みたいな感じで戻ってきたいですね。そうですね、3つ当てて戻ってっていうのをいきたいですね。できたいですね。ガイド出てんのありがたいですね。そうですね。じゃあいきます。はい、はい、帰ってくれ。おお、はい、回復をしながらましたね。はい、はい、すが。で、僕はロイゼなんですが、はい、僕はですね、ここ、残り3ターンあるので、うん、行けると踏みまして、はい、ここで回復しに行く。お、なるほど、ガイド出てるね。おお、叩きで満タンにしていく。なるほど。で、後陣に託していくって感じですかね。なるほどなるほど。さあ番長はもう盾かですかね。あ、でもヒーリングオール出したいもんね。ただ多分嵐の友情で入るので。あ、なるほど。じゃあ盾かんしてないんじゃん。また盾かん。これあれ鬼鬼鬼鬼からだ。鬼からですね。了解です。焦ってるね。番長があのこんな顔見たことない。死んじゃな顔ですよね。班長からね、所長ぐらいになってたね。結構しゅね、うん、課長ぐらい。4ターンでみんな戻れたので、これはじゃあ、全踏みする。全踏みしちゃえばいいんじゃないですか。これ、どれ早い。うまい。これでうまい。立て、しかも倒すしない。倒してる。で、全回復狙っていけばいいから。そうですね、これ全踏みで右からシュッシュッと回って、右からこういういけば多分全部決めるから。ほうほうほう。あ、いいな。あ、はいはい。で、これで全部、はい、はい、で、全部戻ったという感じですかね。どうぞ、次の方。多分ね、あの時々聞こえづらくなってるのはあのちょっと遠くなってますんでね。診察室ということで、これは右か左に挟まればいいんじゃない。ひよこになって回復して挟まるみたいな。ですね。次行こうかな。はーい。おー、あー、うまっ。そしてローザも超いい位置ですね。ローザちゃんもひよこになって回復しながらカカンって、はい、あ、すみません。あ、でもひよこじゃないから。そうですね。えぇ、ー、お
めっちゃ緊張すんな。完全に挟みないですよ。俺は2個踏んで上からしか。ね、そうですね。それでいいんじゃないですか。で、あんまり角度つけちゃうとまたひよこに戻っちゃうんで。そうですね。で、一番ありがたいのはローザにも当てたい。あったな、ない。うん。ね、まあ、さっきだいぶ回復できたんで、うん、これ、ね、ごめんなさい、ちょっと遠いかも。暴れます？知らないですね。はい、暴れましょう。とりあえず、はい、ロイズに当たりつつこうやっていきます。はい、魔人よ来い、俺たちの強さ見せてやろう。うわすげえ。うわめっちゃ削る。じゃあこれも即死前に倒せますね。そうですね、僕は真横間で、横にならず、ならずに終わりましょう。 OK ですね。あ、トラネスピードアップ。はい、綺麗。お、やばい、順調ですかね。いい感じですね。さあさあ、さあこれも、とりあえず挟まっちゃえばいいんじゃないですか、左上に。左上に今度こそ挟まると。はい、おお、イエーイ、よかった。でこれね、カオルスの位置すごい良くて、うん、ウェーブががっつり入るんですよね、うん、なるほど。はい、ウェーブって何すか。あの、ロイゼのああ、ロイゼのおまみちゃん。なるほど。ウェーブは、こういう角度で打てば、ローザの友情なんですよ。そうですね。あ、ロイゼ当たんなくてもいい。ロイゼもできれば当たりたいんですけど、まあその位置だったら、さあ、できるやったって。ナイスです。これで OK ですね。すごい、ウェーブは本当強いんですよね。なるほど。はい、さあアラジンどうしましょう。アラジンも、アラジンは顔出し引っ張るか、うん、結構まだ余裕があるので、うん、魔法陣に引っかからないようにいけばいいかなって僕は思います。そんなことできません。じゃあいきます。はい、怖くてした。ハハハハ、いいですね。はい、強くなっちゃったけど、よいしょ。で、僕は倒しに行きたいな。倒してるんだけど、ひよこになりたくないな。うん、暴れつつも。そうですね。こうやってね、全部ブーン。オッケー、いいねー。すげー、危ない。回復もいいよ。気づきました。もうさっきのとこ突破したんですよ。さあここは初めてよ。これここもですね、ハートがないんですよ。マジか。はい、でヘビ、ヘビ、はい、ヘビはちっちゃいメテオとか撃ってくる子たちで、このジャンケングが、うん、一撃の直視系。そうですね。おー、なるほど。まず一回、はい、似たような形でですね、まあ一人やからタイムがないんですね。そうですね。なんでまあコールシとかロイゼとかに友情ガンガン当てていった方が、効率的ではありますね。そうですね、反射して、うん、もう直視、うん、当たりはいいですね。ナイスだねー。いいですね。うまいな、うまいな。で、カオルシ左優先、もうここ。そうっすね、まあ、ロイゼ当たりに当たってこうで2個踏んだよ。ローザがな、本当はエーブやってたいけど、これ2体あって、おまめちゃんがね、やっぱ強いのは間違いないので。ナイスです。これで友情が出ると。さあさあさあね、ここでアラジン打ちたかったのはやまやまですね。申し訳ない。いやで、これはでもすげー失礼なこと言った。雑魚処理しないといけないんだよね。ですかね。まあ、たださっきと同じで、うん、ボス優先でガンガン叩きに行ってもいいと。あ、そっちの方がいいんじゃないですか。そうかな、でもいいかなって予定は。で、ローさんもね、結構いい位置にいるんで、ローさんもその角度で当たれたら最高。おー、うん、でも、戻ったんで意図しないとこに行ったけど。で、ごめんなさい、これ僕ですね、打ちに行きます。うん、はい、
で、倒しに行く感じがいいかなと思ってまして、うん、敵に当たれば当たるほど、バウンドして、要は拡散弾を打つんですけど、これでいいのかな、飛行もついてますからね、ですね、で、よっしゃーえぐいえぐい、はい、すげえですね、まあ、ここで打った理由としてはザコが危なかったっていうところ、ね、お、これめっちゃ難しいんじゃないですか、めっちゃ、うん、これ一番難しい、これは友情、あ、横勘、え、友情なんですか、横勘でいいの、これは、横勘だけで倒せるかちょっと僕も不安なので、多分友情発動して、そうですね、ロイゼとかも今見ないですか、斜め、そうですね、変わるし、うん、もうちょっと、どう、もうちょっと、うん、マジで大丈夫これ、ね、いや一撃で倒さないと、はい、要は迫爆発がすごい痛いっていう、うん、結構じゃあ行きますね、はい、これ叩いたの、オッケーオッケー、すげー緊張する、まあ緊張しますよね、来ましたね、はい来ました、初、初めて、初めて言うよ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 、はい、番長、委員長に下がったね今ね、はい、これは、同じく鬼ですね、鬼ちゃんをこれ、うん、これ仲間の縦に火のきついですよね、これ、そうっすね、2個踏んで、あ、でも4つは踏めそうにないね、誰で行くかだよな、まあ全員、そうですね、僕も全員友情当てに行くしかないかなって思います、ナイス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 、あー、嘘、惜しい、あと数ミリで、ここはもう暴れますよ、暴れましょう、お願いします、で鬼退治ですよね、そうですね、鬼退治でプラスこれもヒーリングオールが出せるっていうのが強いんで、はい、暴れていただければ、鬼退治していけばいいんですよね、そうですね、ここはね、イザナギゼロの HP がすごい高いんで鬼退治は絶対必要ですね、俺たちの強さ見せてやろうぜ、さあ、クルリン、クルリン、いやー素晴らしい、クルリン、クルリン、クルリン、よし、これでどうかな、いいですね、だいぶ減らしたかな、鬼は、はい、で、ここね、ここね、ここね、鬼倒しに行きたいけど、多分ひよこになるな、そうですね、僕もちょっとそれは思ってるんですね、かなこういうことかな、ちょっと箱持って跳ね返ってきそうだけど、そうですね、ちょっと、あ、いいじゃないですか、あ、自分だけで、おーおー、うまい、オッケーオッケー、ストップ、ストップ、あー悲鳴がみんなでうわーっていうね、うわってなるんですよ、可愛いだけにね、腹立つの、これは、難しいね、ひよこに僕らがなっちゃったんで、浅くでそうですね、ポイント回復系でいいんじゃないですか、うん、で、うまくいけたら弱点カンカンこういけたら一番いいですね、で、カオルシタもうまく引っ張れるんで、うん、そうですね、そんな感じで、あ、そうです、まあまあまあ、クリスタル入ったんで全然いいんじゃないですか、素晴らしいですね、全然いいんじゃないですか、で、ここ今、いい位置ですね、カオルシ、いい位置、これまっすぐ行けばローザのウェーブもがっつり入るし、まっすぐ、あ、弱点に、縦で行くとですね、こう行くんです、なるほど、90度でしゃっしゃ、ガイドもつくし、そうですね、で、できれば3当てして、3当てした、ピヨ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 、ガイド取っていけばこう、うん、これローザ、それかもう、またまでもいいくらいで、そう、薄く、まっすぐ、薄くまっすぐで、この辺ぐらい、これぐらいで、薄く、薄くで、ロイで、あの、ローザには絶対当てる、あんまり右に行かないように薄くで、そうですね、こんなもん、この辺、また当てすぎると怖いんだよな、なんか俺、かすりそうで怖いな、かすってなんもなかった、一番最後のそれが一番ね、よし、はい、行きましょうか、うわ、最悪だ、なんで、ゲージミスったゲージミスったカンドマン、今ワロッと入ってて、ね、今なんか、ゲージミスった今違いかな、あの、うん、うん、仕方ないですね、かモニター見てたらあかんねえそっか、そっか、そうですね、まあ、その角度がまあ、ベストかな、
うまい、うまい、しかないよ、うまい。ただもうやっつけたいね、ボスですね。ね、これ自分に戻りつつの、もうみんなにたくさん当てだよね。そうっすね。だって次直視でしょ。そうっすね、多分黒か、こう当てに行くか、しかないでも、うん、アラジンにも当てに行きたいからっていう。もうちょい右じゃない、もうちょい右、ちね、うん、もうちょい右、いいんじゃない、いきますよ、いった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 、よし、おあと大丈夫、もう大丈夫だ、およし、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますということで、結構ここ大事で、これは何、ラスト、そうです、ラストです、ただラストラストです、ちょっと待った、ゆっくり行こう、これは、ローザの弱点出しは絶対必須なんですけど、うん、今は絶対やらないでください、 SS は。なので左上の鬼をまた手かんで倒しに行きます。なるほど、カカカカンで、はい、縦かんで、縦かんで、で、次に、ヤマダマンの番が来るんで、ヤマダマンは絶対に巣に戻ってください絶対に巣に戻ってください。めっちゃ難しいそれが一番難しいかもしれないってことは奇数ってことね。そう、3か1か。え、もう戻るだけでいいんですか、むしろ。うん、あの、メテオを絶対撃ちたいっていう。じゃあ逆にもう縦感だけ、むしろ、いやだか、え、僕だったら上で、そうですね、こうじゃない、そっちの方が薄くいって、そうですね、うん、あの、薄くいきすぎると下の魔法陣に当たりかねないんで、あ、下に当たらずにってことですか。そうです、要はきつい、1回しか当たれないんで、いや、これめっちゃなんか戻ってきそうやねん。それかもうまた手感狙って、そう、なんか俺最初それでいこうと思って、それでいこう、縦感でちょっとアラジン当たってですね、あの鬼も、ま、あの魔導士もちょっと削るぐらいで、うん、で、ヒーリングオール出てくれるんで、うん、で、アラジンが次撃てるんで、ここでちゃんとスマホの方見て、レッツゴー、 OK ですね、はい、そう、これでアラジンの SS が撃てると。さあ、アラジンは、とりあえずもう暴れまくりーの、そうですね、暴れまくりーのですね、ヒーリングウォールも出てるし、できるだけ回復したい、そうですね、わかりました、うまく暴れればいいんですが、はい、まあ位置がね、ちょっと厳しかったりするんですが、なんかタタタタッと、いきます、はい、はい、頼む、頼むぞ、お、ちょっと足りないか、まあまあまあ、まあ、ちょっと足りないか、回復はしたんで大丈夫で、で、痛い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 、僕はですね、ちょっと回復に専念しますね。うん、ここ入るってどうですか、狙いますか、いけるもんなんですか、これ角度的にはいけそうですね。うわ、そこですね、ちょっと当たっちゃうかな、なんか擦って、なんか擦りそうですね、擦るかな、僕はこういって全開を目指そうかなと、うん、分かった、任せます、で、いきます、いけ、おっ、おっ、おお、よしよしよし、すげえ、で、次ローザが打てるんでローザ打ちましょう。要はボスの弱点を露出しちゃうんだよね、そうですね、ローザは。ってことはどこに狙っていけばいいのかな、どこでも大丈夫なんですけど、アラジンがせっかく近くにいるんで、アラジンに当たりながら、で、魔法陣はこいつ効かないので、うん、SS の状態だと、だ SS の状態は魔法陣効かないので、じゃあこう、ここの辺ちょっと擦るような、はい、右上、この人の右上擦るようにここ当たって、テン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 、どんどん回復していくっていう流れがいいかな、もうちょい近い、え、どうすか、ここ行っていいんじゃない、もうちょいこっち来てもいいんじゃないですか、いいんじゃないですか、おでこ当たりそう、当たりそう、え、当たっちゃダメなの、当たっちゃうと、要は失礼、当たってる大事です、こうこう、失礼、じゃあそんぐらいが多分一番いいかなって、いきますよ、行きましょう、なんか、なんか地味に強い感じ、オッケー、イエーイ、オッケー、で、メテオかな、で、メテオを打つと、要は、これ効くよ、これ言うんですよ、これ弱点に効くんですよ、行こう、
弱点じゃない。もうここでしょ、まあ、メテオなんで、はいはい、要はそうです貫いてもらって、できちんと魔導士も倒しましょう。魔導士までこういけないんでしょ。そうです。なるほど。でここ寝ればいいんでしょ。いい感じに、いい感じに、いいじゃないですか。いい感じに何を、いい感じですか。大丈夫ですか。大丈夫です。いいと思います。いい感じに、めっちゃ気になる。いい感じにってやったら何かあるんか。痛いんじゃないですか。でもう一丁いけ、頼む。 OK、 これで痺れたんで、で、こっからあれですね、はい、無双状態ですね。なので、カオルシをぐるんぐるん回しましょう。カオルシ、ぐるんぐるん回しましょう。弱点が露出してるから、カオルシとローザに当たればもう強いんですよ。だからカオルシはプラズマでぐるんぐるん回っていただければ。こうかな、ですかね。いきます。で、しかも痺れてる。いけ、もういった、ちょうどいった、あ、いった、倒しました。大丈夫、これね、さっきのカオルシで痺れてるんですよ。はい、ということで、皆様お待たせいたしました。戻りつつ倒すの。そうですね。かっこいい。なるほどね。最後はちゃんとした姿を。いやー、よっしゃー。いや、素晴らしい。すげえ。素晴らしいね。いや、見事。うわ、あ、そうか。あ、そう。さあ、僕たちは関係ないけど、なんとか祈りましょう。そうですね。さあ、落ちるか。落ちよう。2個ぐらい落ちよう。2個ぐらい。落ちればいいんだよな。来い来い来い。ずっこーい。こんな難しい亀クエある？ほんまやで。ありがとうございます。よっしゃ、よかった。うん、いやね、やっぱりそのゴエモンとかね、あの山田マンとか番長の力もありがたかったし、あのおまけでやっといてよかったね。ほんまに本当によかったね。本当によかったですね。いやね、助かりました。なんか他にもなんか楽な、攻略とかあれば、うん、あ、ぜひユーザーの皆さんから教えてもらいたいなと思います。ぜひぜひお願いします。お願いします。はい、いや、これを機にね、ちょっと最近負け試合が続いてたのでですね、はい、なんとか、はい、みんなで頑張って、引き続き、爆絶ですね、を倒していきたいなと思っております。はい、ということで今回はここまで、本当に、次回またお会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。バイバイ。 GM コイン